去年この楽天ミニが1円セールで投げ売りされてた時に買ったんですけど、まあツイッターとかでも話題になってたやつですね。楽天モバイルって信じられないことに1年無料なのね。で、そろそろ1年経つから解約するかと思って調べてたら、4月から1ギガまでずっと0円。使いまくっても3278円っていうとんでもないことになってて、携帯のタグいって持ってるだけでお金かかるじゃん。月額料金が。全然使わないで、持ってるだけで永遠に0円だったら、あ、じゃあ別に解約しなくてもいいかってなったのと、これを見てるみんなが家でニューロ光とかソフトバンクエアとか au 光とか、その何の回線を使ってるかわかんないけど、無制限3200円で使えるものが出てきた以上、この楽天モバイルを家のWi-Fi にした方がいい。テザリングで Wi-Fi ルーター用として買う。テザリングっていうのができて、こっから Wi-Fi 飛ばせるんで、で、こっちで受信して使うみたいな。ちょっとこれケースダサいんだけど。ただし、楽天回線エリアの人だけです。エリア対象外の人はね、5ギガまでしか使えなくて、それ以降すごい遅くなっちゃうんで、自分の住所入れればエリア内か確認できるんで、調べてみてください。ここ数日こいつから Wi-Fi 飛ばして使ってるんですけど、まあ普通に早いですけどね。で、光回線って基本的にドコモ月5000円なんで、私も光回線解約して楽天モバイルにしようって思ったんだけど、11月に引っ越してきたばっかりなんで、解約金が4万4000円とかで、得するために解約したとしてもあんまり意味ない状況だったんで、まあ私ほどひどい状況じゃなければ、まあみんなは楽天モバイルをもうルーター代わりにしちゃった方がいいと思います。で、どっちにしろ1年無料なんで、4月7日までに契約だけして、あれ？思ったより遅いぞって思ったら、今の光回線のまま使えばいいし、しばらく使ってみて問題なかったら今使ってる回線を解約すればいいと思います。で、私1万8000円の家に引っ越してきた時にニューロ光契約して、で、8ヶ月ぐらいで引っ越して、まあ引っ越し先でも開通させて、で、半年でまた引っ越すってことを繰り返したから、契約月が引っ越すとリセットされんのよね。で、最初の1万8000円の家に今も住んでれば、あと3、4ヶ月で2年経って、まあ綺麗に解約できたんですけどね。その2年経つと違約金かからないから。だから私はしばらく、まあ光回線、Wi-Fi に月5000円払い続けることが確定してるんで、みんなが羨ましいっす。いや、あのね、ここに引っ越してくる前は、ここ、楽天回線エリアじゃなかったんだよ。ここ田舎だから。昨日たまたま見たらさ、いつの間にかエリア内になってたんだよ。ここ3ヶ月ぐらいで奇跡的にこの拡大エリアに入ったみたいですね。結構拡大してるみたいなんでね。楽天ってこんなにお金あるんだね。だからこれから一人暮らしする人とかめっちゃいいよね。光回線並みの速度を月3000円で使える今の子、羨ましいわ。ついにそういう時代に突入したか感がある。アハモとかなんとかいろいろ出るじゃないですか。っていうか、アハモっていうネーミングひどいよね、本当に。センスのかけらもない。余裕で楽天モバイルにすべきだと思いますけどね。だってこのアハモは20ギガまでですよ。私の動画見てるような陰キャオタクの人はね、20ギガなんてすぐだよ。私なんか1ヶ月で133ギガよ。まあ動画をアップしてるから人よりもギガ食うっていうのもあるんだけど、これパソコンだけだから、この携帯も入れたら月150ギガぐらい使ってるんじゃないでしょうか。まあ YouTube よく見る人はすぐギガ食っちゃうからね。で、とりあえず楽天モバイルは4月7日まではタダだし、1年過ぎたとしても使わなきゃ0円だから。というわけで、とりあえず持っといた方が賢いと思います。別にこれじゃなくてもよくて、SIM だけ契約すればいいんで、いらない iPhone とか、なんか安いスマホに適当に挿して使えばいいと思います。ドケチ情報その2。私今使ってるのが LINE モバイルなんですけど、もう1年ぐらい使ってるかな？月3ギガで1600円のプランなんだけど、LINE モバイルってデータメルカリで売れるんすよ。で、私、母親も LINE モバイルにさせたから、月が変わった時に、母親からデータを2ギガ送ってもらうんですよ。LINE モバイル同士だと、データを上げたり、もらったりってことができるのね。で、私、もらって、月2ギガ使えるようになる。で、自分の持ってる3ギガを、メルカリなり、ヤフオクなりで売る。750円ぐらいで売れるかな？だいたい1ギガ300円。
ということで、毎月750円儲けてるんよね。だ実質月の携帯代850円ぐらい。基本はね、電話とかいっぱいしたら上がるけど。ほとんど家から出なくて、家の Wi-Fi 使ってるから、ギガ使わないんよね。月に1ギガも使わないぐらい。多分 UQ モバイルとか、ミネオもデータ売れるんで、まあ、どうせならデータが売れるやつにした方がいいんじゃないでしょうか。ちなみに申し込むときに、どれも同じだろうと思って、au 回線にしたら、あまりにも遅すぎて死んだので、申し込むときは、絶対ソフトバンク回線か、ドコモ回線にしてください。今はソフトバンク回線にして、まあ普通なので、ドコモ回線も早いんじゃないかな多分。で、しかもね、4月からそういうアハモとか、新しいとこがいろいろ参入してくるから、今3ギガのコースが、料金変わらず5ギガになるんよね。だから5ギガ売れるようになるから、今5ギガだいたい1400円くらいで売れてるので、まあ手数料引いて、月の携帯代400円くらいになるんじゃないですか。まあおそらくみんな売るようになるから、多少値下がりすると思いますけどね。メルカリは手数料高いんで、楽まで売るのが一番賢いと思います。ドケチ情報その3。みんなクレジットカードをいくつくらい持ってる？私10枚くらい持ってるんだけど、リクルートカードプラス、ヤフーカード、ファミマ T カード、三井ショッピングパークカード、セブンカード、D カード、イオンカード、エポスカード、楽天カード、ヨドバシカメラゴールドポイントカード、ビッグカメラスイカカード、ルミネカード、アマゾンマスターカード。これ作ると5000ポイントもらえるから、昨日作ったわ。13枚だ。なんでこんなにいっぱい持ってるかというと、ハピタス踏んでクレジットカード作ると、金儲けができるんですよ。楽天カード作ると1枚もらえて、ヤフーカード作ると6000円、セブンカードも6000円。で、ハピタスのポイントって、そのまま現金で出金できます。だからこのお金を手に入れるために作りました。全部。全部で10万円くらい儲けてるんじゃないかな？で、全部年会費無料だからね、基本的に。で、さらにポイントを換金するときに、Amazon ギフト券にすると 2% 増量だし、まあ、クオカードペイは 20% 増量とかも3月までやってるんですけど、で、エポスカードが年会費無料なんだけど、海外旅行保険がついてんだよね。おすすめです。で、私、タイ行ったときは、エポスカードだけ持ってった。で、アフィリエイトやってる人は、A8 のセルフバッグでもいいです。ハピタスよりもらえる金額がいい場合があるので、必ず見比べてやってください。私最近ビッグカメラスイカ作ったんですけど、ハピタスが5500円で、A8 が7700円だったんで、A8 で作りました。で、スイカ付きのクレジットカードって、いっぱいあると思いきや、そんなに選択肢がなくて、まあ、ルミネカードか、このビッグカメラスイカになるんだけど、ルミネカードは年会費が1000円でクソなんで、もう解約します。そんなルミネで買い物しないしね。で、このビッグカメラは年に1回でも使えば年会費無料で、こうスイカとして普通に使ってると JRE ポイントっていうのが貯まるのね。で、貯まったら、そのポイントをスイカにチャージできるんで、そのまま交通費として使えるんよね。なんかさ、どうでもいい、いらねえグッズと交換とかさ、いらないじゃん。で、そのまま現金として使えるようにしてくれるとこは優秀だよね。ただ、一回きりなので、継続的な収入になるものではないので、まあ、小遣い稼ぎにどうぞ。永遠にできたら、これだけで生きていけるんだけどね。で、ルミネカードとセブンカードだけは、その頃まだあんまりよくわかってなくて、店頭で作っちゃったんだよね。超バカ。絶対にネットで作ってください。クレジットカードを店頭で作るっていうのは、この世で一番のバカ。じゃないと、6000円とか1万円とかもらえないから。で、クレジットカードをいっぱい持ってて得するのが、Unext とか Hulu とか Netflix とかの1ヶ月無料体験がクレカの数だけ周回できる。あれね、名前と住所の一致で判別してると思ってる人多いと思うけど、クレカの番号で判別してるんですよ。ドケチ情報その4。FX。これもクレジットカードと同じで、踏んで口座作ったり、取引したりすると、まあ、2万円くらいもらえるんですけど、FX でなんか取引しろって、もう借金になるようなイメージじゃん。でも条件がね、そんなに厳しくないんだよね。まあ、5万円入金するだけとか、1万通貨取引するとか。で、1万通貨って言うほど、変動しても1000円2000円じゃないかな。もう FX やってたの、7、8年前だから全部忘れたわ。だから値動き
動きが激しくない午前中とかにやって、買うじゃん。すぐ決済するのよ。そしたらもう1万通貨分取引したことになるんで、で、私はこれもやって、通算10万くらい儲けました。昔は FX のこういうのいっぱいあって、ウハウハだったのに、もう今、ずいぶん少なくなってるね。A8 は結構あるけど、もらえる金額がでかいやつは、10万円分取引しろとか、条件が厳しいんで気をつけてください。そういうのには手出さない方がいいです。その後、錬金術。あと昔ね、青汁セットみたいのがあって、4104円だったんだけど、ハピタスで4104ポイント全部戻ってくるの。で、来た青汁を4000円でヤフオクで売った。全額ポイントで戻ってくるやつがちょくちょくあって、あと、美容液みたいなやつとか、育毛剤とか、育毛剤はね、定期購入が条件だったの。ほら、ハゲとかってさ、シビアな問題だから、合わなければ止めることできますってちゃんと書いてあったんで、ごめんなさい、使ってみたけど合いませんでしたってメール送って、その新品未開封のそれをヤフオクで売った。ちょいちょいそういう連戦してましたね。あと、情報商材アフィリエイトしようとして、情報商材って大体バッグがでかいんですよ。で、足痩せのね、DVD があったの。で、1万5千くらいだったんだけど、で、そのサイトを作って、どれくらい制約取れるか試してみたかったの。ちゃんと買って試して、実践した体験とかを書いてあった方が売れるかなと思って。今思うと、金のためにそんなことしないで好きなことやってろよって思うんだけど、でその DVD は痩せたら全額バックしますっていうのを大々的に打ち出してたの。でその頃弱虫ペダルハマっててめっちゃロードバイク乗ってたの。たまってたま足痩せたんよね。で痩せましたって写真送って1万5000円返金されて、で DVD は新品未開封でヤフオクで1万5000円で売った。まだその商材あるかわかんないけど、販売ページにもしかしたら写真載ってるかもね。まあ昔から貧乏だったので、こうやってまとめてみると思ったより悪知恵が働いてましたね。でも悪知恵働くことやってても時間を持っていかれてもったいないので、別にこれやらずに単純にお金なくなったら生活保護でいいと今は思います。時間効率的な意味ではそれが一番いいよ。あとこれ何回も言ってるけど、電子書籍買うときハピタス踏んだ方がいいです。以上。ハピタスね、概要欄のリンクから登録してくれるとお互いに400ポイントとかもらえるんで、よろしくお願いします。私の生き方だ、嫌なことから逃げてたって誰かを笑顔にできるんだ。